はい、ベルリンから斉藤健介です。今日は僕がよく行く森に遊びに来ます。絵を描いていて忙しい時でも、週に何回かは近場にある森に出かけるようにしています。家から自転車で10分もかからぬ場所にあるこの森は、手入れされてない手つかずの自然もある大きい森で、湖もあり、僕の気に入ってる場所の一つです。東京は渋谷という日本の中でも大都市と言われている場所で育った僕にとって、自然、森というものは物理的にも心理的にも遠いものでした。僕が小学生の頃とかはまだ空き地とか原っぱとかそこら辺にあったんだけど、そういう場所はいつの間にかなくなっていって、どんどん新しい建物が建って、っていうふうにすごい勢いで発展していったから、渋谷という街全体が。小さい頃からそういうの見せ育ったから、むしろ自然がなくなって建物がどんどん建っていくことが豊かになっていくことだと思っていて、ガチャンガチャンとビルが建っていく、トランスフォーマーのごとく。こうあれだ、ロボットとかそういうのに憧れる目線でワクワクしてた気がする。機能性とかグラフィックデザイン的なモダンな感じとか、そういう考え方が未来につながる考え方だと思っていて、もちろんそういう面を否定するのではなく、そういう面も必要なんだけど、問題はそっちばっかりに偏りすぎたっていうのがあって、そういう環境で育ち30代半ばまで東京で働いていたわけで。だから今頃になって反動という部分もあるんだと思う。今頃になってだよ。わあ、森ってすごいな。自然がこんなにあるって、子供みたいに好奇心旺盛に森を散歩している。ベルリンに来てから本格的に絵を描くようになって、自然というのが身近になって、僕の考え方や感じ方が変わるとともに、絵も徐々に変化してきました。ベルリンに来る前の絵と今の絵を見てみるとすごい変化しているのがわかります。ベルリンに来る前の絵も好きだし、今でもこういう部分は持っています。でも見比べてみるとわかるのが、ベルリンに来る前の絵って綺麗な直線や正円など樹形的なものを多用していて、表現方法自体もパキッとしていて、曖昧なものがあまりない感じ。で、ベルリンに来てからの絵って全然変わっていて、直線や線がなくなり、フリーハンドで柔らかく自由に描くようになっています。曖昧なものを表現するということに抵抗がなくなった。曖昧ではっきりしないもの、だけど自由で強烈なもの、森にはそういう要素がたくさんあり、日々何かを発見できる。森に行かないで絵を描いていると、なんか絵が小さくまとまっちゃう。なんかまとまっちゃってるなとか、煮詰まったなと感じたら森に出かけるようにしている。今回はまあこんな感じで、見ていただいてありがとう。ベルリンからです。